さあ、炭水化物。炭水化物はバレて、炭水化物が打っていく。さあ、ここで炭水化物が打っていく。ロング棒を当てていく。44。さあ、ジブラルタルに対してロング棒当てて。さあ、コーディ選手が1点前出ますね。ガオ選手が落とされる。さあ、コーディ選手がしかし展開して1人落としていく。お互いこれは 2v2。しかし、ユキリ選手も落とされている。ユキリ選手もアーマー割れている。さあ。一旦しっかり回復巻いて。落としきりたいところではあります。いやー、コーディ選手のいい当てがフラットライン当てが。さあ、ここしっかりと起こしていきます。そしてタイム裏から来てますね。スイちゃんとリオ海リオ鉄海道が。そして来てますね、裏から1人落ち、ご苦労は1人落とされましたね。しかし蘇生しますが、落としきられた。あとブラッドハンドのみ。あとブラッドハンド割られて、もうブラッドハンド挟まれてますね。さあ、逃げ切りたいところだが、コーディ選手は、コーディ選手、相当展開してる上に、注射器常に刺してる。さあ、格差しっかり取っていって、ゴクロはおそらく残り1人。ここは、引いていきましたね。そして、ゴクロはブラハが引いていって、ローバーナルティウルトも見えたんですが、さあ、ここを制したのは炭水化物ラーブ。